はい、お世話になります。トライジョのボスです。いつも応援ありがとうございます。スポーツスター S 用に、般若のドラッグバーを作りました。今開発してます。これもうすぐ、販売します。ね、どうしても純正のハンドルが若干細いので、なんかせっかくフロント周りが迫力あるのに細いハンドルってなんかちょっとかっこ悪いなって思ったので、純正、一家4分の1で作りました。で、もちろんクランプはノーマルのままで1インチ でハンドルのグリップのとかは、22ミリで、つけれるようにしてます。でなおかつ純正の配線をそのまま、配管もそのままつけれるようにして、手前に、何センチかな、1インチか、手前に来るようにして、でハンドルの幅も絞ってます。だからとても乗りやすくなってます。それにしっかりと太い感じがあるので、乗り心地が良くなっているようにちょっと開発しました。まあ開発して今開発中なんですけどね。上から見るとこんな感じ。多分これでしっかりと乗りやすく、なっていると思いますし、よいしょ、持った感じの見た目がこんな感じになります。こうか。だから肩幅より、そうやな、だから女性にも、すごく喜ばれると思います。今こういうの作ってます。でそれ以外にもちょっとね、変わり種で言えばこれ、パッと見わからないかもしれないですけど、純正のあの大きなナンバーを全部このサイズにして、これで車検対応になるように作ってます。こんな形かな。これやったらよくサイドナンバーもね、しようかどうしようか思ったんですけど、サイドナンバーがこれからのことがあるんで、純正のせっかくのこのハームのままで、後ろをシンプルにする、ステールを今作ってます。これでこう、なんやろ、ストリップしていくっていうか、そのカスタムをなくし、減らしていく形で、できるだけ純正のものを使って効率よく、かっこよくできるように今ちょっとパーツを開発してます。お楽しみにしてください。これでもこのハンドルかっこいいよ、絶対。多分スポーツカー S のオーナー様やったらこれ分かってもらえると思います。こんな感じです。かっこいいでしょ。形。はい、ありがとうございます。ありがとうございますっておかしな。作っていきますんで、応援よろしくお願いします。楽しみにしておいてください。